まあ、ゆいの場、その通り、復興庁がですね、当地の産業の活性化、そして復興というようなことでやっていただいているわけですけれども、期待する点、これはもう大きいものがございまして、要するに地元企業と今何を望んでいるかっていうのを、まあ、具体的に大企業がマッチングをして、そして、販路拡大とか、あるいはその企業の体力の向上とかに結びつけてくれるというようなことで、その辺については非常に期待をいたしております。でそれが非常に出回って食べるとかにして、これを町を元気になっていくか、活性化していくかというのが大きな問題ですね。ですから、まあ、今回のこのような時期を得た企画というのについては大歓迎いたしておりまして、私どもも当局と一緒になって、このために頑張っていかなければならないというふうに考えておりますが、各参加の企業さん、例えば中央からおいでになった企業さんですね、それぞれの担当者の方、熱心にお話を、されているようで、まあ、フリートン企業の中からですね、何か新しい子に対する目が出てくれば非常にいいのかなというふうに期待しておりますが、渡利町はですね、藤原の三代の、なんとここはふるさとなんです。ご存知の何方があるんですけども、常清のお父さんの出の、常清といいまして、藤原の父祖の地でございまして、昔は文化が非常に発達したところで、温暖なところで、こういったところに発達した町でございます。したがって名産品もたくさんございます。全国の皆様、ぜひ、機会がありましたら渡りを訪れていただきまして、本当に観光とか物産とか見ていただければ、必ずやご満足してお帰りになれるかなというふうに思っております。